つめて結ぶのインターフェース進化の水面世代が移り行く信者の何のその私が主役でよろしく未来を登りすぎ眠り不足も怖いと突き破れ出てくるには守りたい解き放つ想いのかけら出てくるには何度でも輝く君の笑顔とともに愛し次元を超えて響き合うビシャ翼を重ねて兼ボーカルの星野一花です。今日は私たちのライブを見に来てくれてありがとう。ジョーカーがプールから上がったところ。時崎来美と申しますわ。思い込みが激しく妄想癖があるのがあだになったな。よろしくね。やりました。頑張りましょう。それが極長様に対する口の利き方か。魔力を失い無一文で生き倒れていたお前たちを拾ってやったのは誰だと思っているんだ。今日はセリカさんの誕生日だ。たった今すんごい勢いで俺様殴られてたと思うんだけど、それは犯行じゃないの？キングクリムゾン。復讐に決まってるだろう。俺たちを地獄に落としてくれた政府の奴らに礼をしてやるのさ。我が名はラグミミル。さあ耳掃除の時間ですよ。
おとなしくしてくださいね、先生。それが極長様に対する口の利き方か。魔力を失い無一文で生き倒れていたお前たちを拾ってやったのは誰だと思っているんだ。よ、世界を地獄と化してやるのだ。私の美は無敵です。俺は光を塗りつぶす黒い影。シャドウジョーカーだ。どうも、よく寝てるカちゃんを憧れにさせたの。攻撃だな。ダメです、先生。ちゃんと横になっててください。たった今すんごい勢いで俺様殴られてたと思うんだけど、それは犯行じゃないの？何かあったのかと思った。お前たちは死に、そして地獄に送られた。なぜだ。死んだぞ、あいつ。もっと頑張るしかない。この町がなくなりそうなのは放っておくわけにはいかないから。でああ、不安なの。
金とののみちゃんに勝つのは100年早いんだよ。ようこそ。次回さよなら絶望戦線第6話、イワシとして軸がブレている。絶望してる場合ではない。最後にこれだけは覚えておけよ、そこのゴキリイワシ、粒イワシの名を。なぜなら響きがかっこいいからだ。